張りました。キャロル・ペッパー隊員、あとは私に任せてください。あなたは第二小隊代理隊長ブローニャ在地区、テレサ主教の指示により到着しました。造影？うち夢でも見とるん？いえ、夢ではありません。キャロル隊員、状況を教えてください。隊長と先輩は生きとるよ。怪我して気絶してもうただけ。けど油断はできひん。急いで治療せなあかん。うちちゃんと隊長たちを守ったんよ。よくできました。急いでここを離れましょう。私が守りますから、後ろに下がっていてください。また戦える。うちも隊長の力になりたいんや。ではついてきてください。ないみたいですね。
警戒を緩めないで、次の敵が現れる前に急いで撤退しましょう。はい。隊長、もう少しや。隊長の優秀評価をまだもろてへんよ。心配いりません。メイ隊長はこういう場所で倒れるような人ではありませんから。うん、うん、そうやな。もしもし、聞こえますか？支えますから立ってください。先輩、もう意識失っとる。キャロル隊員、ついてきてください。セントフォンテーヌに戻ります。これはブローニャ隊長。キャロル隊員、あなたの仲間、どうしてゾンビ化の痕跡があるんですか？